埼玉県のオリジナルいちご品種紅玉でございます。まだアマリンあるじゃないですか。アマリンようやくですよ。アマリン、はい、バーチャル埼玉です。埼玉はついにもうメタバース空間に逃げたっていう。埼玉の逆襲、埼玉の逆襲。どうも皆様こんばんみ、 MC のビビる大木です。そしてどうもたまやんです。はい、お願いします。お願いします。情報誌埼玉ブレイクにネクストブレイクするものを聞いてみたっけん。番組でもね何度もご紹介させていただいております、あのいちごのあまり、うん、あのアマリンが全国いちご選手権で2年連続最高金賞を受賞したことが、うん、はい、あの全国放送の情報番組でも取り上げられて、はいはいはい、認知も上がり全国的にブレイクしつつあるのではないかと、はい、ビビリさんが、はい、このアマリンがブレイクするんじゃないかと、なんと4年前に予測してた方がですね、うん、埼玉の逆襲に出演していただいておりまして、まずはその VTR をご覧いただければと思います。それは今から4年前。実はねこれ埼玉出版している埼玉ブレイクという雑誌がありまして、はいはいはい、ちなみにビビルさんこの埼玉ブレイクっていう雑誌知ってます？いやちょっと知らなかったです。埼玉州一切なしの無料で読めちゃう埼玉ブレイク、その編集を手掛ける担当者が埼玉県庁の校長広報課にいるということで直撃。最初ビビドリーという情報誌で始まったものが、2011年にあのリニューアルされて、うん、埼玉ブレイクとしてあの発行されるようになりました。埼玉県内の、まあ、話題のスポットとか、まあ、流行っているグルメとかを紹介して、まあ、埼玉の魅力を発信している情報誌になります。そんな埼玉ブレイクの芹沢さんがおすすめするネクストブレイクは、今度新しい埼玉ブレイクに載せるのが、まあ、埼玉農産物とかを載せてるんですけど、その中にアマリンカオリンっていうイチゴ、アマリンカオリンっていうイチゴ、アマリンカオリンっていうイチゴ、なんと2020年の段階でアマリンのブレイクを予測していたのです。ネクストブレイクしそうな感じですか？ネクストブレイクどうですかね。ブレイクまではということで、今回は4年前に見事アマリンのブレイクを言い当てた情報誌埼玉ブレイクの皆さんに、ネクストブレイクしそうな埼玉のあれこれを教えてもらいましょう。はい、ということで VTR に出られていた芹沢さんの後任となる埼玉県県民公聴課で埼玉ブレイクを手掛ける近藤あやみさん、そして農業ビジネス支援課でいちごの販売促進を担当される、こちらも、芹沢さんの同期でいらっしゃるという福田博樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これな、芹沢さんは何ですか、もう出世したんですか、どういうことですか？今お休みに入りました。お休みに入りましたか。ビビルさん、なんと今日来ていただいている近藤さんと福田さん、非常に優秀なお二人で、はい、なんとね、あの県庁に入庁される際、お二人ともあの首席で入庁されているということで、あの県知事の前でですね、はい、訓示を代表して読まれて、はい、任命状もいただいているというお二人だということなんです。じゃあもうここはもう期待のかかるとこですね。ここはお二人に全てが、埼玉県は頑張ります。重いです、重いですか？埼玉を背負わされるのは期待が重い。いやいや背負ってください。さあ、じゃあ今回3つ選んでいただいたそうですけども、早速1つ目いきましょうか。何でしょうか？はい、1つ目が埼玉県のオリジナルいちご品種紅玉でございます。いやまだアマリンあるじゃないですか。アマリンようやくですよ。アマリン、はい、もう次いきます。もうあの一番新しい品種が紅玉というものが出てきております。もう新しいのがあるんだ。紅玉はですね、今埼玉県で開発した一番新しい品種になっておりまして、昨年の12月に開催されたクリスマスいちご選手権というのがございまして、ここではまた最高金賞を取っております。いちごの選手権いっぱいあるんですね。思ったより。そうですね、ただまだ県民 あのアンケート調査を行ったんですが、その時はまだ知名度が 10% ぐらいになっております。初めて聞きました、まあ、はい、ネクストブレイクしそうな一品かなと思っております。これ何が違うんですか、アマリンとかと。そうですね、アマリンはもうその名の通り甘さが、はい、
美味しいです。美味しいですよ。で、香りは独特の香りと、あと味の濃さがおすすめですが、はい、紅玉は一応大粒で、こちらも糖度が高いんですが、果肉が真っ白になっていて、と、まあ、果皮と果肉の色のコントラストが特徴かなと思っております。中身あんな白いですけど、味はもう、はい、味はいちごなんですか。はい、爽やかな酸味も感じられるので、とても美味しい品種になっております。いや、すごい。なんかじゃあ今もう埼玉いちご王国じゃないですか。いちご、そうですね、はい。実は埼玉県には100カ所近くの観光いちご農園があり、まさにいちごを激推し中。さらにあまりんが全国いちご選手権で2年連続最高金賞を受賞したことで、全国で唯一プレミアムいちご県に認定。これはもういちご王国埼玉と言ってもいいんじゃないでしょうか。福田さん、じゃあ埼玉はもういちごだけって感じですか。はい、といちごもおすすめなんですが、県産の梨も一押しなものになっておりまして、うんうん、と埼玉県のこちらもオリジナルの品種が西玉というものがございます。今年もいただきました。 ありがとうございます。めちゃくちゃうまいですよ、あれね。はい、うちの家族もね、さすがに驚いてましたよ。はい、埼玉の梨こんなに美味しいのって言って、ようやくうちの家族ね、本当にこういうこと言いたくないですけどね、やっぱ僕のふるさと見くびってんですよ。本当に。実は西玉も全国梨選手権というのがありまして、はい、今年最高金賞を優勝受賞いたしました。来てますね、埼玉の果物。はい、これは埼玉が新たなフルーツ王国として全国に認知される日も近いかも。紅玉と西玉、皆さん要チェックです。さあ、じゃあ続いて2つ目いきましょうか。はい、2つ目はですね、埼玉県の山登りを紹介させていただきます。いやー、埼玉でなんか登山のイメージないですけどね。よく海なし県と言われてしまう埼玉県なんですけれども、はい、こうないものよりもあるものをしていこうということで。素晴らしい、はい、素晴らしい、はい、これからは海はないけど山はあるということで、そういう言葉合言葉にこれから打ち出していきたいというふうに。これはね、やっぱ近藤さん素晴らしいですね。はい、ないものを探すんじゃなくて、あるものをあると言ってみようってことですよね。はいはい、これ大事ですよ、本当にね。こちらの先月観光しました埼玉ブレイクの最新号になるんですけれども、はいはい、埼玉の山に登ってみようということで、はい、特集をしておりましてですね。埼玉の山って なんかあるんですか。どういう魅力なんでしょう。そうですね、都心からすごく近いので、はい、交通アクセスが良くて日帰りで行ける山がすごく多いっていうのと、あとブレイクの最新号の中でも山岳ガイド協会のですね、太田会長が埼玉はトレッキングハイキングの聖地とおっしゃっているように、いろんなレベルの山がありますので、初心者も上級者もチャレンジできるというところが魅力になっています。はい、春日部にいるとね、やっぱ山のイメージがないんですよ。そうですね、西の方ですよね、はい、埼玉のね、多分日高市とかも、はい、登山できるんですね。そうなんですよね。こちらの日高市の日和田山という山があるんですけれども、はい、こちらこれから登山を始めてみたい方にすごいおすすめの山になっておりまして、所要時間がですね、片道1時間以内で行ける。いいですね。はい、お子様にも初心者にもおすすめの山になっています。日和田山、天気が良ければ東京スカイツリーも見れるってことですね。やっぱ俺たちは 山登っても東京を探すんですね。これじゃあ結構全国の登山家は来てるんですか、もう埼玉。そうですね、はい、すごく埼玉の山を好んで来てくださる方も多くなっています。この時期ですか、もう秋冬。そうですね、どうなの、寒いのかな、冬は。やっぱり冬の登山で行かないのか。夏か春夏ですか、これは。どうなんでしょう。近藤さん、近藤さん、なんか私も本当は登山の班じゃないですみたいな。近藤さん、埼玉には海はないけど魅力的な山がいっぱいあることを発信していきたいってことですよね、近藤さん。さあ、じゃあ3つ目いきましょうか。はい、3つ目はですね、バーチャル埼玉です。何ですかそれ。バーチャル埼玉はですね、こうリアルに埼玉をあまり感じてもらえないのであれば、こうまずはメタバース空間で埼玉をこうブレイクさせようということで始めたものになります。もう始まってるんですか。あ、はい、始まってます。昨年のですね、11月に開設したこちら側のメタバース空間のバーチャル埼玉になります。あ、近藤さんがいるじゃん、はい、近藤って書いてある。行政による常設の大型メタバース空間としては全国初になっております。コスカメの大凧飛んでるんじゃないですか。はい、はい、360度のメタバース空間が広がっておりまして。あ、埼玉スーパーアリーナですか、あれ。はい、そうです。
え、埼玉のじゃあ なんかスポットが全部この中に入ってるんですか？そうですね、あの今いるのがエントランスになるんですけれども、はい、その他にもですね、オンラインでライブなどが行えるアリーナエリアと、あとあの各課が事業 PR をする蔵造りブースエリア、展示商談会などができる出展エリア、あと個別相談や交流会ができる相談エリア、あとクイズに挑戦できるアドベンチャーエリア、アウトドアを疑似体験できるアウトドアエリアという7つのエリアで構成されています。これなんですか？じゃあ、この空間の中で、はい、なんか仕事の話がお互いにできちゃうってことですか？そうですね、はい、埼玉にいなくても、はい、事業者の方と交流したりということがあります。あ、そうなんだ。え、これで実際どういうことが今行われてるんですか？はい、ここではですね、あのキャンプ施設、今あのアウトドアエリアにちょっと移動してみようと思うんですけれども、はい、こちら の, あのアウトドアエリアではですね、はい、キャンプ施設などのアウトドア情報の発信だけではなくて、あのアバターで川下りなど埼玉のアウトドアをバーチャルで体験することができます。ちなみにですね、の山登りゾーンというのもありまして、はい、はい、ちょっと今から移動してみたいと思うんですけれども、先ほどあのブレイクで山登りの話もさせていただいたと思うんですけれども、はいはい、あのメタバース空間でも山登りができるようになっておりまして、現在はの天覧山をバーチャルで登山することができます。なかなかね、こう現地に足を運べない方もまずはバーチャル空間で山登りを楽しんでもらえたらということで行っています。実際と結構リアルに作られてるんですか？これ。そうですね、この辺のその山に本当に近い感じなんですか、これ？そうです。近藤さん、近藤さん、すみません、ちょっと近藤さん、ついにすみませんって言っちゃいました、ね、ついに。ちょっと近藤さん、どこ行ってんすか今。近藤さん、頂上行けないの？これ頂上ちょっと、はい、上の方に。ちょっと見たいね、風景をね、上登った難しいですね、上行くのが。これ奥に行く、あららら、頂上か、これ。はい、こちらが頂上になっています。見えます？スカイツリーは見えないかな。あ、こんな感じになるんですね、はい、天覧山。はい、天覧山です。あ、こうやってなんとなく楽しめちゃうんですね、バーチャルで。それではですね、この後はちょっと移動して、はい、バーチャル埼玉 の担当者に会いに行こうと思います。バーチャル埼玉の担当者に、はいはい、あ、どなたか来ましたよ。あ、ギギルさん、こんにちは。なんか部屋からなんか部屋から声が聞こえましたけども、直接で声が聞こえましたけど。こんにちは。一応この中にいるんですね。私、メタバース空間であるバーチャル埼玉の担当をしております倉林と申します。倉林さん、ここは何ができるんですか？ここは、こちらですね、メタバース空間では先ほどお話しあった通り、商談会ですとか、そういったあの、まあ、地理的な、物理的には離れていてもここに入っていただければ、そういった行政サービスだったり、私どもの事業 PR であったりを、受けられるところとなっております。これ実際もうここの空間を使ってもう仕事を進めてる人たちがいるってことですか？そうですね、あの各課あの PR をやってましたりとか、あとはあの本当に個別相談ですとか、その メタバース空間じゃなくて電話じゃダメですかみたいなことな言われないんですか、向こうに。一旦電話でいいですかみたいな。そうですね、やはりあのメタバース空間あの慣れてない方とかもいらっしゃるんですけども、あの今後ですね、やっぱりメタバース空間のいいところはやっぱりアバターを介してというところで、ある種素性ですとかをあまし出せないような相談業務とかもやはりあるのかな。ますます電話の方がいいじゃないですか。ここだったら、だから電話だと1対1ですけど、はい、ここだったら本当複数の人数で集まれるってことですね。そうですね、あの複数でのイベントですとかも行えるっていう形ですね。そういうこと、婚活イベントとかなんかもこの間バーチャル空間の、このバーチャル埼玉で行わせていただきました。あ、そうなんだ。じゃあもうもっと認知が広がるとまたなんかいろいろ広がりそうですね、いろんなことにね。はい、本当にあのメタバース空間の強みとしては、本当にホームページとか一方方向のその情報発信だけではなくて、こういった形で、うん、あの双方向のインタラクティブなコミュニケーションができたりとか、あとはあの今私もカラーライトを振らせていただいてるんですけども、こういったあの非言語コミュニケーションといいますか、アクションであの交流が、それこそ先ほどあの埼玉スーパーアリーナを模した
アリーナっていうライブとかの時は非常にあの盛り上がりとかも楽しめるのかなと思っております。やっぱ世のおじさまおばさまがちゃんとここについてこれるかっていうことになってきますね、やっぱね、はい、大切な話するときに、はい、いやいやビビルさん、はい、すごかったですね。もうやはり世の中はもう本当おじさんおばさんの頭じゃもう動かないんだから、こういう新しいことがついにやっぱり仕掛けてきてるっていうのはいいことじゃないですか。そうですね。ちなみに倉林さん、はい、このメタバース空間で例えば我々埼玉の逆襲の公開収録とかもできます？本当にもしかしたら将来的にはできるかもしれないので、そしたらもう本当ぜひともやらせていただきたいです。民放から声かかっても一番は埼玉の逆襲なんでって言ってくれます？私もちょっと上席に相談したいと思いますちょっと私の一存ではちょっとそれは約束してくださいよ。なんか約束したのにフジテレビだ TBS から声かかったらそっち行くとなしですよ、はい、我々大野知事も大変よくしていただいてるんで、ね、多分それ言ったら町長の方はいいよって絶対言ってくれるはずだ困りました。さあビビルさん、改めてブレイクが予想される1号、はい、山メタバースいかがでしたでしょうか？いいんじゃないですか。だから埼玉はついにもうメタバース空間に逃げたっていうついに逃げたんだ俺たちは。ここでトップを走りましょうよ。いいですねビビルさん、先にやったんですからね埼玉県が。いい、全国初ということなので、ぜひちょっと埼玉県庁の皆様にも頑張っていただきたいと思います。いいですよ。はい、ということでネクストブレイクを聞いてみたでした。ありがとうございました。